秘宝、セリーグになかなか160キロ投手が現れない理由、わからない。しゃあない。ビエイラってどこも取らんかったな。一番必要なの巨人やけど。国吉がおったぞ。高橋宏とは無理そうか。コルニエルそれくらい出してなかった。元祖161キロ投手は吉則やぞ。佐藤吉則。イムチャンヨン。でもやっぱ160出ると打たれにくくはあるよな。ドラフトで160キロクラスの投手取ってほしい。ロマンあるわ。背では160出る必要があまりないから説。140で無双する投手おるし。大谷と佐々木は高校から出してたからな。藤浪、小野、斎藤がいた阪神。背はキレとコントロール重視だから。アウトコース低めのコントロールさえあれば剛速球なんかいらないって指導してるから。最年長が133キロストレートで184勝だし、マウンドの硬さとか影響してるんちゃう。交流戦でもパリーグ球場で背の投手が投げるとちょっと速くなったりする。背はからくり神宮浜スタがあるからな。速いだけの棒球投げられてもバッピにしかならん。140でもコントロールで抑える方が評価されるリーグ。京セラは球速出やすい感じするよな。そのうち日本人で170キロ出す投手が現れるんかな。今のペースならそう遠くはないんやないか。体が壊れるやろ。 NPD なら前剣みたいに148キロ平均で十分ちゃうか。パワーコントロールタイプでも最近150近いかそれ以上のストレート持ってる投手が増えてきた。巨人が一番積極的に速球派を取ってる気がする。日シリでの経験があるからなんやろうけど。ちなみにセリーグ、神宮、ガンが死んでてマイナス4キロされてた。屋外が多いから剛速球投手よりコントロール投手が通用しやすいとかそんな感じ。無駄にバッティングさせるから背はあんまり振ってこないし、広い球場多いし球速くなくてもコントロール良かったら抑えやすい。大竹はまさにバッチリそのタイプだったから無双してる。背は球遅いコントロール抜群投手を、パは高身長の球速い濃紺投手を取る傾向があるように思う。前者は即戦力多い、後者は育ったらメジャー級になる。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメントをお願いいたします。